えー、朝日新聞が自衛隊に関してちょっと感化できない事件っていうのを報じていたので、まあ、それについてこの動画では取り上げていこうと思うんですけど、えー、陸上自衛隊の小林博樹陸上幕僚副長が9日、公用車を使って東京九段の靖国神社を参拝していたことが分かった。小林氏は勤務日に時間給を取り、防衛省と靖国神社を公用車で往復。 靖国神社では複数の陸事幹部と一緒に参拝した。10日、防衛省陸上幕僚幹部が明らかにした。陸幕によると、小林氏は9日午前に防衛省に出勤。午後に時間休を取り、運転手付きの公用車で靖国神社に向かった。現地で複数の陸,陸事幹部らと交流し、参拝後は再び公用車で同省での職務に戻った。この日は陸幕の事実上の仕事始めで、参拝は安全祈願のためとした。 昨年も同様に参拝した、していたという、ということで、まあ自衛隊のその幹部の、幹部中のその、それも幕僚副長っていうような立場の人が、まあそのえ、他の幹部と一緒に集団参拝ですよね。これ、あの、幹部、幹部を複数連れて行ったっていうことですから、まあ、それを公用車を使ってやっていたっていうことで、まあこれはその、明らかにその、まあ私からすれば問題がある行為であることは明らかだと思うんですけど、まあ、そ,それでなんか時間給を取って、その、運転し、 時間給を取ってその勤務時間外だから、あの問題がないみたいにその自衛隊側もなんか言ってるみたいなんですけど、いや、そ,それはあの、私的な参拝っていう風にこれ言えるんですかねこれ、ま、まず公用車を使っているっていう、っていう時点でまあそれ私的じゃないでしょっていう風に思いますし、さらにまああの、これ、午前中に出勤していてで午後に時間給を取ってその後戻ってるんですから、それはなんか申し訳程度にその時間給っていうのを取っていても、それはその、 仕事やって、それで仕事仲間と一緒に安国にディーシュー参拝して、それで仕事に戻るっていう、それ明らかにその公的な要素を強すぎでしょっていうふうに思いますから、まあその点でその指摘っていうふうに、まあそもそもなんかこの指摘参拝っていうことは、そのこの自衛隊とかに限らず、まあ内閣総理大臣とか閣僚とかもなんか、まあ昔は結構その自、 安国参拝していた時期もあったと思うんですけど、まあ、そういうあの人たちもなんか「いや私的でやってんだから問題ない」とか「私費でやってんだから問題ない」とかなんかそういうような言い訳使ってましたけどいやそう私的っていうふうにあの言い張ろうとそりゃあなたがいつかあの言ったらその現職の,その閣僚とか内閣総理大臣として言ったらそりゃその 当然、その内閣総理大臣ですとか閣僚ですとか、その立場のついているその同じ人間として見られるわけですから、まあそういう言い訳っていうのは通用しないでしょうし、まあその、それは個人としてその一般の国民が靖国に参拝するっていうのは、それはそういう人なんだなっていうふうにそれを知れば思いますけど、まあ別に、それ自体は別になんか、 あの、だから問題視されるみたいな、そういうことはないんだろうなっていうふうに思うんですけど、閣僚とかがそういうことをやるっていうのは、まあ、それはその、閣僚っていうのはどこ行ったって、その、一定その、なんか公的な要素が付きまとうのは、あの、仕方ないことですから、現職の閣僚とか総理だったら、まあ、そういう点でもそういう、その、現職の閣僚とか総理はやるべきではないっていうふうに思いますし、まあ、この件に関しては、その、まあ、その自衛隊の幹部とかがどういうふうにそういう問題に、この安国に参拝すべきかっていうのは、ちょっとまあ、 あの、難しい問題っていうか、ま、あそりゃあ、あの、個人としてや、やるんなら、ま、あ。 まだその、咎めた、別に、まあ、そういうふうになんか、私個人としてはそりゃ、私個人としてはっていうか、その多くの一般国民がそうだと思うんですけど、自衛隊っていう、その、まあ、あの、いざとなったらその戦争に出動する可能性もあるようなところにある人たちが、そういう靖国神社っていう、それもその侵略戦争を美化している、その永久戦犯を祀っている、そういうようなその、まあ、さっきの対戦の誤りっていうのを認めていないようなその神社に参拝するっていうことは、それはその、そういうことを自衛隊の人たちがやってたら、 それはその、まあ、自衛隊の人たちって言っても、それも幹部がね、やってたら、それはその一国民としては、なんかこういう人たちが自衛隊にいるっていうことも、やっぱりそのなんか、日本が戦争に、あの、今後なんか巻き込まれやすくなっちゃうんじゃないのかなっていうふうに、そういうような、その、なんか一定の恐怖みたいなものは覚えざるを得ないです、ですが、まあ、と、とはいえ、その、ま、個人としてやるんだったら、ま、私も、まだ、あの、ま、別にそれも、 それをなんか尖めるとか、そういうことはしない方がいいんじゃないのかっていうような意見は、まあ、その思想心情の自由とかも陸上自衛隊の人間ではあ,りありますから、あとまあ内閣総理大臣とか閣僚みたいなそういうレベルの公的な、その、まあ立場にいる人ではないですから、 わかるんですけど、ただ、この、今回の場合は、明らかにさっき言ったような、その状況ですから、公用、公用車を使っていたりとか、その、参拝する前に勤務していて、その後にも、あの、戻っ、勤務に戻っているっていうことって、まあ、これは明らかにその公的な要素が強すぎますし、まあ、そういう、そういう形でその参拝できるっていうような、あの、ことっていうのは、やっぱりこの、今の、その、岸田政権の中でも、その、なんか戦争を、その、どんどん煽るような、その、軍拡路線ですとか、そういうその自衛隊をその、突き上がらせるような、そういう勘違いさせるような、 そういうようなその政策っていうのが、あの、まあ、連発されているっていうことも無関係ではないんだろうなっていうふうに思いますし、まあ、ただ、あと、ま、それはその今の社会情勢云々っていうことを抜きにしても、それはその自衛隊っていうのはその、ま、いろいろとその軍事的な訓練とかもいろいろ日頃からやっているわけですし、当然その、ま、国家主義というかそういうなんか右翼的な思想が強い人が、ま、一定数っていうか結構多く、あの、 いるような組織なんだろうなっていうのは、まあ、それはその自衛隊の発足からずっとそうだとは思うんですけど、まあ、そういうその岸田政権のその軍拡路線とか、あとは、まあ、安倍政,政権以降から続くその自民党のその公的な、あの、ことを使って、その自分、自分のお友達とか優遇するような政治が行われてきたっていうことも、無関係ではないっていうふうに思いますし、そういうことによって、その公的な要素でしか使っちゃいけないようなことを、を 使ってその自分のために何かをやるっていうような、そういうようなことがそのなんか黙認されるような社会っていうのは安倍政権以降からかなり強くなってきたっていうのは思いますから。まあただやっぱり自衛隊っていうものを体質として、そのいざとなったら戦争に出るっていうことを、そういうことをその そういうような組織にわざわざその平時からその参加するっていうのはよくそういうまあ右翼的な思想を持っている人が多いんだろうなっていうふうには思いますからまああとそれとそれに加えてまあそういうその自衛隊のその組織の体質っていう点で言うとここ最近そのまあ以前五ノ井里奈さんっていう女性の自衛官の方がそのまあ自衛隊の に、あの、自衛隊に入隊して、その自衛隊で頑張っていた中で、その性被害を、その自衛隊の男性の隊員から受けて、まあ、それでその、なんか裁判にもなって、先日、その、五ノ井さんが、あの、勝訴して、その、自衛隊員による、その、五ノ井さんに対する強制わいせっていうのが認められて、この、まあ、男性の自衛隊員に対して有罪判決が下ったっていうことがあったと思いますし、思いますけど、まあ、あれも本当その、 画期的な判決で、小野井さんが、あそこまで、その、頑張って、頑張って、あの、自衛、あの、ゴノイさんの頑張りっていうものには本当に敬服しますし、本当に深い敬意を抱くんですけど、まあ、あと、他にもなんか、何件か、その、自衛隊員の強制わいせつ治安っていうのはあったと思いますし、やっりそういう、あの、 ことそういうのを見ても、やはり自衛隊の、自衛隊員の中で、やはりその、まあ、女性蔑視というか、そういうその、家父長制的なそういう価値観を持っている人間が多くいるような体質なんだろうなっていうのは、まあそういうハラスメント体質なんだろうなっていうのは、まあ思いますから、まあその自衛隊っていうものを私はその、今すぐにその解消するべきっていうような立場には立ちま,立ちませんし、まあそれはあのさっき言ったように、その軍事的なあの訓練とかをやって、いざとなったらその戦争に出るとか、そういうような、あの、側面もある、あるとは思いますし、 まああるとは思うんですけど、とはいえその、まあ例えば今もあの北陸で地震があって今その自衛隊の皆さんっていうのはその救助活動に行っているか方々も多くいますから、まあそういうようにその本当にその災害救助とかそういうようなその本当の意味で その国民のためになるようなあの、まあ、役,割も役割を果たしているっていうことも確かだと思いますから、まあ、そういうところを見ればやはり、まあ、そういうところを見てやはり日本国民の多くもその自衛隊を解消するべきっていう意見がその少数派であるっていう現状があると思うんですけど、まあ、ですからその自衛隊を完全に否定するものではないんですけどとはいえやはり、まあ、そういうその、まあ、右翼的なそのその安国にあの トップの幹部が集,集団参拝するような、まあ、そういうようなその人間が多くいるような体質の組織であるっていうことは、どういう立場を取ったとしても、そういう事実があるっていうことは、まあ、きちんと認識した上で、まあ、考えていあのった方がいいんじゃないのかなっていうふうには、まあ、思いましたし。 ですから、私個人としてはまあ自衛隊っていうことに関してはもちろん解消するっていうのはその非常に非現実的ですから私もさすがにそういう立場は取らないんですけどとはいえやはりまあ今その軍事的な要素がその自衛隊の中でも強,、ま、強めていくっていうような方向性ですからねその岸田政権もそのまあ中国とかロシアとかいろいろそういう情,情勢とかを言い訳にしてその軍拡路線を突っ走っているっていう現状があると思うんですけど、まあ、私としてはやはりまあ今 あの災害救助ということに関しても人手が足りないということはいろいろと言われていますからその北陸のボランティアとかあの北陸の地震の避難所とかのそういう状況に関してもですからやはりその 金の使い方っていうのも今の岸田政権っていうのは完全に間違えていると思いますし、まあ、自衛隊っていうのもやはりまあ軍事的な要素があって、あともう一つの災害救助とかそういうことを担うっていう要素もありますから、当然その今の国民にとってあのもっと必要なのは災害救助とかそういうことが必要であるっていうことはまあ今回の地震を見ても明らかですから、ですからその軍事的な要素を縮小してそういう災害救助ですとか、そういうふうに本当に国民のためになるような その自衛隊の役割っていうのを拡大するっていうのが、やはり今後のその自衛隊の役割としては、まあ、絶対にそのそう,そういう方向性が正しいっていうふうに思いますし、そういう方向性でその自衛隊を改革していったら、お、ま、の、あ、ずとその、まあ、こういうそのなんか安国神社にあの参拝するような人が集まるような、そういうようななんか変な右翼的な組織からもっとその本当にその五ノ、まあ、井さんだってね、そりゃ 別に、五ノ井さん、五ノ井里奈さんっていうことに関して言っても、その、彼女は、あの、なんか確か災害救助で、あの、確か東日本大震災で被災した際に、その女性自衛官の頑張りに、その感動して自衛隊に入ったとか、まあ、別に、あの、彼女とか、彼女のように、その、別にそういう右翼的な思想を持っていなくって、あの、本当にその、災害、 で、困っている人を助けたいっていう、そういう純粋な思いで入っている方々っていうのも本当に多いと思いますし、にもかかわらずそういう人、そういう五ノ井さんのような人も、あの五ノ井さんっていうのはそう当然ハラスメントを受けて自衛隊からあの退職したっていう経過があるわけですから、そういう五ノ井さんのようなそういう、まあ災害救助とかそういう本当にその人々のためになるような仕事をしたいっていうような思い、 で入った人がその対談に追い込まれて、まあそういうこういうなんか安国に集団参拝,参拝するような、そういう右翼的な連中がトップに登るっていう、そういうもう自衛隊の現状っていうのは明らかに間違ってますから。ですからやはりまあこういう自衛隊の改革と、あとまあ大きな政治の流れで言ってもその、まあ当然その平和外交っていうのをきちんとやっていけば、それは戦争っていうのは中国とかとは絶対に防げますから、まあそういうようなその外交っていうのを今の岸田政権っていうのはその怠っていて、それでその軍拡路線に突っ走っているっていうこともありますから、まあきちんとその外交を 重視して、その自衛隊っていうことに関しても、その災害救助とかそういうところに重点を入れるような組織に変えていく。 まあ、そういうようなその政策を今の政権っていうのが取っていたら、こういう自衛隊の幹部がこういう靖国に集団栽培をする、まあ、それも公用車を使ってその仕事の合間にするっていうようなこういうよういよな変なあの事件が起こるような社会の土壌っていうのを作るっていうことに関しても、あの正しい政策を取っていたら防げた可能性っていうのもあると思いますので、まあ、ぜひそうしたあの方向でその社会を変革するためには、まあ、私も微力ながら全力で発信を続けていきたいなっていう,ふうには思いました。この動画は以上となり、ま 高評価、チャンネル登録もしていただけると大変ありがたいです。ご視聴ありがとうございました。